一応ネタバレを多く含むので、エピソード10を見ていない人はこの配信は後日見ることをお勧めします。ということで、こちらメニューですね。さあ今回は、フードメニューが4品、そしてデザートメニューが3品になってます。今回フードメニューは結構こだわらせていただいたというか、まあそのマインクラフトとの連携もあったりするので、めちゃくちゃこだわりました。そうです。多分このクオリティでこの値段はちなみに死ぬほど安いです多分。ホテルのコース料理みたいなものをイメージして作ってはいました。なので、まあ、ビーフォアチキンというか、まあお肉か魚かみたいなところで2品用意したりとか、前菜っぽい5種盛り合わせがあったりとか、あとはちょっと間に挟まるポタージュがあって、順番に食べるとちょっとホテルのコース料理っぽいみたいなものは意識しておりました。これこちらは、全部毒は入っておりません。大丈夫です。ちゃんと確認してね。はい、したちゃんと、ね、ちゃんと大丈夫なようになっているので、はい、下の2個だけはやっといた。はい、確かに40分かかんないはずです、出てくるまでには。そうね、さすがに。そうね、でも毒チェックスあるからかかるかもやっぱり。ああ、よ、仕入れるなよまず、ね、毒入り食材という。さすがに大丈夫か。さすがに大丈夫だと思います。はい、大丈夫です。